みなさんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日もですね、おじさんのところに、またお邪魔させてもらってます。今日はちょっとお庭のところのちょっと奥の方にですね、広い広場のようなところがあります。ここもね、おじさんがいつも管理をしておられるみたいなので、今日はちょっと草刈りのとこを先にしていこうかなと思っております。まあ、刈り切れるかなできることをちょっとずつやっていきたいと思います。よかったら応援してください。頑張ります。この間整備したのがここでしたね。ハウスの支柱の周り周辺しましたけど、ここにねちょっと木が置いてあって、この裏側ガチが草が伸びてます。ここバーッと買っていきたいんですけど、さっきね下をこれ見たら、これイチゴの葉っぱじゃないかなと思ったんですよ。なんかイチゴを植えちゃっちゃろかいって思ったら、本当にイチゴがなってた。ほらこれめっちゃ綺麗なのがなってるんだけど、これ何、これ何、野生のイチゴになってんの、これどうなってんの、植えてたのかな、なんだこれ。いっぱいあるよ、ほらここにもイチゴがあるけど、チョコか、あとチョコか、まあ、あれほら実になっちゃうよ、ほらもうダメになってきてるけど、ここ夏色のところにイチゴがなんかあちゃこちゃ出ちゃうけど、なんやろかこれこっちは絡んどって、あ、とりあえずこっちの広いとこね、こっち一気に買っていきます。
腕が絡んじゃった。
かり釜、つるきり釜かな。うちの方が楽な気がする。先にちょっと上を長いのを切って釜で、で最後にナイロンコードでバーってやった方が綺麗になるんじゃないかな。やってみようか。うちの奥はまたちょっとナイロンコードでバーッと炊いて、せっかく釜持ってるからこう竹を切っておきます。